ここに重い障害と戦う一人の女性がいる。佐野亜美さん、22歳。その両腕は生まれつき肩から先がなく、足は短い左足だけ。しかし彼女は身の回りのことをほとんど一人でできる。3本しかない左足の指で携帯メールを打つ。そのスピードは驚くほど速い。そして箸も左足で持ち、器用に食べる。コップは口でくわえて。さらにメイクも左足だけで行う。そうか。うまい。うまいです。上手ですから。1時間半ぐらいかかっちゃうんですけど、もうこの一番上のつけまつげがうまくできないと2時間はかかっちゃって、だからいつも家を出る2時間前には絶対起きないと歩いちゃいます。めっちゃ器用ですよ。そんな亜美さんは常に笑顔が絶えない。だがこの笑顔にたどり着くまでには母と亜美さんとの壮絶な道のりがあった。1990年4月6日お風呂でも、新たな問題が待っていた。わあ、お化けだ。怖い。子供たちが浴びせる容赦ない言葉。しかし亜美さんは勇気を出してこう言った。佐野亜美です、仲良くしてね。その言葉に園児たちは、うん。亜美さんの積極的な性格がみんなを変えていった。たちまち多くの友達ができ、保育園の人気者に。一方母はみんなと同じことができるようにと新たな特訓を行った。クレヨンを左足で持ち、一人でお絵描き。将来は文字も書けるようにと母が考え練習させた。そして折り紙も。何度も繰り返し練習することでここまで折れるようになっていた。さらに水泳も、首に浮き輪をつけ浮かびながら左足で泳ぐ。体がバランスよく動かせるようになると母が考え習わせたものだった。そんなチャレンジ精神旺盛の亜美さんを母は養護学校ではなく地元の公立小学校に入学させることに決めた。
しかし入学には学校側からある条件が出された。それは一日中母親が付き添うこと。観客の前で初めてのチアリーディング、思いの全てを込め必死に踊った。みんなと呼吸を合わせ渾身のジャンプ。この日のために何度も練習してきたダンス、足の指で挟んだポンポンも見事に決まった。最初で最後のステージで仲間と作ったハートマーク、それは母への感謝のメッセージだった。亜美さんは込み上げる涙を抑えきれなかった。お母さん、ありがとう。自らの人生を描いたエッセイや詩集を出版。そして全国各地の学校や施設を回り講演活動。諦めない気持ちや感謝の大切さを伝えている。あの時言ってくれた母の言葉、父の言葉って、実はその時は感じれていなくても心に絶対残っているんです。そして思い出す時が絶対来るんですね。で、そういう風に思い出した時に両親にありがとうって言えることが私は一番大事なんじゃないかなって思うんですね。その言葉に母、初美さんは、あの子なりにお話しさせてもらって、なんか立派な大人になったのかな、22歳の娘になったのかなと思って誇りに思います。22年間どんな困難にも負けず母と一緒に前へと進み続けた亜美さん、彼女には新たな目標が。一人暮らしです。東京で一人暮らしをして活動したいです。なんか大人になりたいって思います。亜美さんは現在声でみんなを元気にしたいと歌手活動も始めている。